やっほー、皆さんこんにちは、ナカリーズでーす。田中みなみです。3回目の、ご出演、本当に本当にありがとうございます。田中みなみ先生です。こんばんは。うちで YouTube とか撮るの初めてなんですけど。そうなんですよ、すいません、でも、ちょっと上品に今日はやってみたいと思いますご覧ください。田中みなみ先生からの誕生日プレゼントなんですよ。それは私が今日着てきて、すっごい私が普段絶対着ないようなお洋服イコールリーサちゃん着る服って思ってこれを選びましたあのやり方はずるいですよ。急に、あ、すいません、アホ毛がすいません、すいません。本当に誕生日当日にやってきたんですよ、プレゼントが。はい。あれは何ですか、あの粋な。だってなんか、いや忙しいかなと思って、仕事もなんかバタバタしてそうだったから送っちゃった方が早いやと思って。しかも別にその LINE でなんかなんとかなんとかって。こいつね、大丈夫、うん、大丈夫だよねえ。ご挨拶する、初めてだね、YouTube ね。こんにちは。本当にね、ツンデレなの。そうなんです。すんごい、さっきまでね50分ぐらい吠えられ続けて私があのスタンドアップすると、うん、オレンジとブルーのパンツなんですよね、うん、こんなカラフルな人がうちに来たの初めてだからすっごいびっくりしちゃってでもね、今すっごい甘えてます、うんうん、ということで田中みなみ先生も先月お誕生日、うん、はい、そうだったんです。ありがとうございます。ありがとう。ということで私は、うん、この間 YouTube 出ていただいてありがとうございますっていうプレゼントプラス誕生日プレゼントがもうギュッてなっちゃったんですけど、ちょっと今日それを持ってきたので嬉しい、ありがとう。いいですか、じゃあリサちゃんが取りに行ってくれてる間に今日のリップをご紹介しましょう、はい、ちょっと今取れちゃってるんですけど RMK なんですね。今からでも結構使える色で、こういう感じの色なんですけど、めちゃめちゃ可愛いリップ RMK のそのリップめっちゃ可愛いんだよ。リップスティックコンフォートエアリーシャイン、あ、でも EX だ、これ 04EX は限定なんですよね。すいません、登場します、中リサさん登場です。ありがとう。うわー、すごい、壁もう一面になんかグッチ先生そしてこちらが半年ぐらい眠らせたグッチ先生です。コングハイブランドの、受け取ってください。ありがとう。爆買い動画みたいじゃない、爆買い動画こっちから開ける、あ、半年間から、どうぞ。半年間眠ら、すごい眠らせて、なんでしょう、はい、じゃあ開けます。はい、これは、あ、なに、あれ、え、食器じゃない、あー、かわいい。そう、これ犬皿、え、犬皿なのこれ、あの、最近、そう、グッチがペットシリーズっていうか、いろいろ出してるんですよ、器を。いいワンちゃん用なんですけど、うん、でも別にワンちゃんに使わなくてもこの入れ物もできるじゃないですか、ね、キャンディー入れたり、キャンディー、うん果物とかね、そうそう、でもちょっと使わせてもらう、へえ、嬉しい、なんて素敵な、やった、いや自分で選ばないじゃん、やっぱこういうのって。え、すいません、私のすごくシンプルな方なんですけど、あ、結構デザイン奇抜だよねこれが可愛くないですか、足が、ね、足が、しかも三つ足なんだよね、蝶々が中にいたりとかして、ね、すごい上品、嬉しい、使ってください、ありがとうございます。開封開封、ほら大物があるんですよ後ろに、ね、すごいね、重いよ、だって重いよく持ってきてくれ、え、なんか2つ入ってるよ、はい、2つあります。嬉しい、ちょっとこんなにたくさんもらって申し訳ないんだけど、いやいや、違うんですよ、いっぱいありがとうございますっていう感謝を込めて、え、これはマジ普通です、私本当に普通の、だから、よー、かわいい、これ真っ黒なんですけど、ですけど後ろにさりげなく、嬉しい、ちょこっとだけ、これ着ます、絶対着る、タートル大好きだから、本当に、うん、素材とか大丈夫ですか、めっちゃ良くない、一回変化球を選びそうになったんですけど、リンサちゃん絶対着ないでしょ、早く、はい、だってさ、でもこれ着たら超似合うんだよ、普通に私がこうやってしてくださいよ、めっちゃ美女だよ、なんかあのアダムスファミリーのあれじゃないですか、そんなことないよ、いやだってこのお下げと、ほら本当に、だから私はこういうの手に取られないから、めちゃめちゃ困ったんですグッチで普通の人はこういうパンツの時は大体こういう黒とか着るのよ、柄に柄、中もさ、あれ着てるじゃん、はい、すっごいよね、うん、一回全身さ、ここのあー、こういう感じですこれにさ、これを合わせてくれて、はい、かつ中にも柄を着るっていうのが新しいよねしかも上にさらに色着てたからね、これにですね、黄色いベストみたいなの着てきました、ほら、靴下蛍光
緑です。よくそんなさケロッピみたいな色の靴下探したね。本当にこういうのしかまずないのでお家に。へえ、これめっちゃ嬉しいよ。これはちょっとよかったです。明日着よう。だからちょっとお礼って言っちゃあれだけど、ご飯作ったんで、そう、後でね食べてください。 YouTube、 ありがとうございます。次の YouTube ちょっとマジでその世の南様ファンから私もうこんぐらいのプレゼントで食えるのかみたいな。え、何ブラーケット。待って待って、ねえねえ、これどのぐらい大きいの。すごい大きいですよ、ね、まだあるのよこれ、うん、ほら、あ、こっち向きだ。そうそう、こっちも向けるんです。すっごいね、めっちゃ気持ちいいのと、あとケバケバがつかない。さすがグッチですね。全然印象が違うよね、こっち側とこっち側と、うん、そうなんですよ、どっちも使えて。これは大丈夫ですか、共用範囲。え、めっちゃ可愛い。こんな高級なブランケットいただいちゃったわ。よかったです。いや、ほら気に入っちゃったね。ほらすごいね。ほら、さすが分かるんですよ、効果の。そうなんだね。シングルベッド分ぐらいだね、これちょうどサイズ感的に、ね、これは。おー、ありがとう。ありがとうございます。私はね、枕をさ、作ったのよ。そうなんですよ、エアウィーヴさんと。もうね、田中みな実先生のプロデュースするものは 100億%もいいものしかないので。でも確かにこれはね、本当にこれもうでかい。ピンク急に、ね、こちらはどういうことなんですか。はい、これはですね、袋だけピンクなんですけど、でもグッチーさんばりにでかいんですけど枕がね、80センチなのこれ。これね、ちっちゃい方なの。120センチと80センチがあって、これは80センチなんだけど、驚くべきはこの薄さ。やば、薄っ。低めの枕がお好みの方にって書いてあるんですけど、これエアウィーヴさんと、うん、共同開発させてもらって。すごっ。なんかエアウィーヴってさ、もともと3型ピローがあるんだけど。そう、あるんです。私も持ってます。ウォッシャブルだからいいよね。丸洗いできて、丸洗いジャーってできるじゃないですか。そうそうそう。で、これにしてから本当にニキビが減った。あ、でもダニとかも湧きにくいからね。なんかそのこもっちゃってニキビができてたんですけど、うん、通気性がいい枕にしてから少し減ったから、うん、あ、なんか良かったなと思って。長くマットレスとか枕もずっと変えてなかったりすると中結構大変なことになってたりするので。でもエアウィーヴって 90% が空気なんですよ、マットレスも枕も、うん、丸洗いもできるしこもらないような設計になってるので、すごいおすすめなの。素材そのものがね、そもそもこれね、2層入ってて、で抜くこともできるの。さらに薄くなるんですか。当てられる？エアウィーヴピロースリムって検索すると出てくるんですけど、この中にね、2枚の、あ、本当だ、これが入ってる。1個が硬くて、うん、1個はちょっと柔らかめなの。触ってみて。はい、あ、本当だ、こっちが柔らかい、こっちが硬い。だから好みによってどっちを上にしてもいいし、1個抜くこともできるし、私はね、片目を上にして寝てます。やっぱり寝心地違います。全然違う。横向きでしか寝られないっていう人は、私です、それ。あ、もしかしたら枕をこうやって低くするとちゃんと仰向けで寝る習慣がつくかもしれない。なんでね、長くしたかっていうとね、うん、寝返りを打ちやすいようにこんだけ長くしてるんですよ。こんな長いの。そう、なんなら2人で寝れるけど、でも 120cm の方は本当にダブルベッドほとんどカバーできるから2人でも寝ることができる。え、2人で枕を共有するんですか。そう、え、旦那さんとどうしてるの。え、だって別々ですもん、ベッド。そうなんだ。じゃあさ、じゃあさ、今日そっち行っていいとかはやるの。あ、ないです。中に携帯置くやつを置いてるので、うん、ひっつけれないようにしてるんです。そもそも高さも違うんですよ。枕もそうですけど、合う合わないあるじゃないですか。あ、そうだね。睡眠って本当に一番大事じゃないですか、うんうんうん、だからそれを大事にしようと思った末のわかるやつです、うん、でも隣り合ってるから寝るまではこうやって手つなげるね。結構なの、え、そんな離れてるの。結構な伸ばさないと。だって携帯置く台なんてこんなもんじゃないの。いや、私のマットレスが分厚いんですよ。ごめんね、ねんねん、いけない。いけない。ねえ、ママとちょっとお話する。うなずきましたね、今。マミー so proud of you。 ね、ニューヨークですか。マットレスの高さが違う。高さがこんな分厚いんです、私が、うんうん、でも、キツネさんの方がこんぐらいなんですよ、うん、段差がすごくあるから、うん、結構な国境レベル。なんかさ、そこ格差を感じない。泊まりに来た友達みたいな感じじゃん。そう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 。ちょっとさ、寝てみてほしい。いいよ、よいしょ。まあね、皆さんベッドでぜひ寝てもらいたいんですけれども、見て、こんなに薄いから本当にね、首だけを支えてる感じなんですよ。すごい。そうすると首がさ、前に行かないからさ、シワも実際寄りづらくなるのよ。圧迫されない感じわかる。めっちゃわかります。すごいソフトに支えてくれるから、うんうん、って感じです。低い枕が慣れてない人はうーってなりそうじゃないですか、うんうん、全然ならない。寝返りもね、打ちやすいの、これ。ほら、
素材がいいからね。お犬様もほら見て。すごいカラフルパンツの上で。カラフルパンツ、さっきさ、落ち着いちゃったね。声つきやがってたじゃん。仲直りする？ちなみにうちのエリックをご紹介します。はい、いいですか？本当に初公開。すごい初公開ですよね。うん、いいんですか逆に？いいの？逆に大丈夫ですか？エリック大丈夫？じゃあいきますね。はい、ちょっとエリックさん、はじめまして。エリックさん身長高くないですか？エリックさんワイルドすぎなんかね、夏に外に出してメンテナンスしてもらったら、はい、すっごいすごいね、生い茂ってくれて。すごいですよ。もうね、テレビが見えないこれ多分もうここでしか見れないですもんね。そう、やばい、エリカさん、ね、ほら見て、そよいだでしょ、今。今、そよいでる、そよいでる、そよいでる。エリカありがとう。エリカ、そうで、ちょうど今さ、クリスマスの時期だからさ、サロンエショコラのアドベントカレンダーです。これが今買えないからね、紹介するの意地悪って思うかもしれないんだけど、はい、とりあえずこの喜びだけ共有したいと思って。これは何がすごいかというと、はい、いろんなショコラティエさんの作品が入ってるわけですよね。チョコ界のトップスターが、チョコ界のオールスターがこの中にいるわけですよ。オールスター感謝祭。いや本当にそう夢の共演。毎日毎日開けていくと、今日はベルナシオン様、今日はベル様、今日はケストナーさんとか、いろんな人のチョコレートが食べられるんです。ということで、今日は特別だよ、特別だよ、え、なんか特別だよ。え、一個あげようか。いいんですか？はい、いいですよ。わー、開けちゃった。あー、ハチは誰ですか？え、めっちゃ惜しい。待って待って待って、え、フィリップ・ベルさん。なんでした？一番好きなの？あ、ベルナシオンも一番好きなの。でもフィリップ・ベルさんもめちゃくちゃ人気で、ちなみにだけどベルさんは愛妻家めっちゃそんな人のあれも知ってるんですか？人間性も、ね、私実際にベルさんにもお会いして、うん、でお話もしたんだけど、とにかくあったかくて、うん、ユーモアがすごくあって、で奥様の方がちょっとだけやっぱ強い、うん、日本でいうところのやっぱこうちょっと尻に敷かれてる、そこがすごい可愛いの、うん、ベルさんは、はい、あー、ベルさんです。光っちゃってる、光っちゃってる。すいませんすいません、開けて綺麗に見せて、開けて綺麗に見せましょう、うん、見せて。はい、ピン来てる。あ、来ました。さあ横も見せて。すごい横、うん、断面、はい、断面。じゃあちょっとこうです、こうです。一口いって、一口いって断面見せますね、はい、一口いくところもちょっと取って。あ、なんで、うーん、断面見せて、断面、うん、断面、うん、すごい、おー、綺麗これはフランボワーズのハートデフリュイとローズマリー風味のガナッシュ、ちょっとローズマリーの香りもする、します。え、これ食べていいですか？いいよいいよいいよ、全部、うん、怒らないですか？で、食べたら、うん、あの深呼吸して、わかりました、はぁってこう、ね、すごい？やっぱりすごい？うん、めっちゃ美味しいです。ショコラティエさんによって違うんだけど、本当にこのボックスのためだけにこの一粒を作ったっていう場合もあるんですよ。つまりその今の一かけのチョコレートはこのボックスの中でしか味わえないものかもしれない。食べた後がすごいですね。うん、どうすごい？なんかもう全部フルーツみたいな、チョコなのかなっていう、うんうん、チョコじゃない、ケーキ全部まるまる一個食べたぐらいのレベルの、あ、わかる、満足感あるよね。そう、うん、風味がすごいし、だいたいチョコってもう何個もババって食べるじゃないですか、うん、そういうもんじゃないよね。うん、そういうもんじゃないっていうのがさっきの一粒で分かりました、うん、満足感がすごい、うん、フィリップ・ベルさんはチョコレート作りが好きすぎて、蜂蜜とかも自分のところで作り始めたわけ。いい蜂蜜をチョコレートに使いたいし、はあ、お菓子に使いたいからっていう理由で、はあ、養蜂とかまで始めちゃうの。それくらいマニアックなのよ。だからつまり、はあ、すっごいこだわってこの一粒も作ってるわけ。その思いが深呼吸とともに現れましたよ、うん、そう、分かってもらえてよかった。ありがとうございます。私も行っちゃおうかな。今日は誰かな、誰かな、あ、サンティニ様。コルシカ島の女性のショコラティエさんなんですよ、はい、コルシカっていろんな素材がね、とっても豊富に取れて、ナッツ類とかもそうだし、果物とかもそうだし。見せてください、照明つけます、つけて、チョコのためにつけますね、はい、あ、でもちょっとブルーミングしちゃってるね待ってください、ブルーミングって何？私ブルーミング目立っちゃうから消してやめて消して、ダメダメ、消して、ちょっとダメ、今のはダメ。あのね、ブルーミング現象って言って、気温とか室温とかにね、今置いとくと暖房も入ったりとかするから、それでね、チョコレートの表面がちょっと白っぽくファーってなっちゃったりとか、色変わっちゃうことあるじゃない、チョコレートって。そうです、それブルーミング現象って言うんです。ライトをつけた方がブルーミングが目立ってた。ダメです、かわいそう。サンティニさんはそんなつもりで作ってないから、やっぱり、はいはい、申し訳ない、すいません、私のせい、うちがちょっとあったかいからごめんなさい。じゃあいただきます。ほら、うーん、
深呼吸。いかがですか。もうね、コルシカ島が今口の中で大暴れしてる。でもすっごい匂いですね。香りね、うん、あ、すいません、うん、ちょっと断面をご覧ください。ほら、こんな色してるでしょ、はい、ヘーゼルナッツなのよこれ。ヘーゼルナッツとカニストレリサブレだって。コルシカ島の独特な感じのこのさ、ね、クッキーみたいなのが入ってんのよ。でも、ね、クッキーだけでサクサク系とかじゃなくて、なんかちょっとジャリッとした感じの、あれこれナッツのペーストなのそれともくらいな感じの、すごく砕かれた感じのサブレだね。いくよ。あ、もう全部いってく。それで深呼吸。震えてません。どうですか。なんか、うん、なんだろう、あのね、一つ一つが本当に違うの。同じチョコレートって一つもなくって、はい、一つ一つが芸術作品なんですよ、はい、だから今私はサンティニさんの芸術をいただいた形なんですね、はい、だから彼女がこれを作るのに何回も試作をして、この一粒を生み出すために相当な努力をしてるわけですよ。その愛と情熱を感じながら食べると本当に涙が出てくる。これはもう覚えといて。アレクシア・サンティニさんで、さっきリサちゃん食べたのがフィリップ・ベルさん、はい、他にもいっぱいいるんで、ヤンブリスさんとかさ、はい、カンタン・バインさんとかさ、あとオリビエ・ビダルさんとかもすごい、あのね、オリーブのチョコレートとかすごい美味しかったんだよね。あとオキパンティさん、はい、オキパンティ、そう、オキパンティさんのパッケージも本当に可愛いんだよね。オキパン、そう、ポール・オキパンティさん、オキパンティさんのオキパンティ可愛い、ナイスパフが入ったチョコレートとか絶対美味しくない、わかる、なんかあの麦チョコみたいなやつ、うわ、うん、あれが入ってるんですか。板チョコになってて、それめっちゃ美味しいので、パッケージ超かわいいの、超映える、もう映え。一個一個開ける YouTube 撮りたいな、うん、え、もうやったらどうですか YouTube。 人のさ、YouTube に出てさ、うん、チョコレートのこと喋ってさ、チョコレートチャンネルをぜひ、絶対いいと思いますよ。いやでも本当に、あのさっきね、ちょっと私も恥ずかしながらブルーミング現象を起こしちゃったんですけれども、はい、あの普通にチョコレート買ったら、今の時期だったら常温でもいいかもしれないけれども、でもお家があったかい場合とかは野菜室に入れてください。野菜室かワインクーラー、野菜室、そう、ワインセラーに入れてください。あの冷蔵庫、冷凍庫、あ、冷凍庫持ってのほかです。チョコレートに対する冒涜です、謝ってください。だから冷凍庫は絶対ダメです。冷蔵庫もできればやめてください、はい、わかりました。野菜室が適温かと思います、はい、野菜室でもちょっと寒いぐらいだからね、うん、本当はね、私もチョコレート専用の保管する箱が欲しいんですけれども、はい、それを一緒に作りたいっていう企業の方もしいらっしゃったら、ぜひリサちゃんの方に、私の方にですか、あの事務所にでもお願いします、はいはい、よろしくお願いします、はい、で枕もありがとうございました。こちらこそ、そこたくさんありがとう。じゃあね、ちょっといい時間なんで、ちょっとお腹も空いてきたし、あの次はご飯にしたいと思います、はい、はい、皆さん今日の動画を見てくださって本当にありがとうございました。あの出てくださって本当にありがとうございました。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。なんかリサでした。田中みなみでした。バイバイ。バイバイ。ブルーミング現象は NG です。 NG です。